入っちゃうとどうにも書けないじゃないですか。こんなに楽に、普通に歩くときこんなこうやって歩かないですよね。あれと一緒で肩の力抜いていくのと一緒で、乗っかってるものはそのまま力を抜いて、ただ肘とは必ず前だし、これでもギューンギューンギューン、足の方を動かしてる、はい、あれもう日本が来た、失敗しなきゃ。あそこ方向付けから必ず入ってくる。左ターンで右肩下がりの肩車なんで凝ってっちゃうんだな。その手前で振ってでもこの肩車だったら振ってもいいから方向付けしたのが早くていいじゃん。その後その回カービング効かせてもっといい。肝心なとこではずらさないで抜けていかないと、はい、その後は良かったんですけど、はい、すごいいいスキーやってるんだけどちょっとスキーを抑えすぎちゃってるんです。悪いんですよ。たまして抜くところをそれでやっぱ作ってあげないと、はい、スキーはしてこない。ずっと抑えっぱなしなんでスピードに乗るところがないから。はい、ありがとうございます。子供たちが圧倒的に速いわけ。小学生にみんな負けてんだよ。頭は速いわ。小学生は速いじゃん。お、上手くなったね。面白い。ハハハハ。
ってやりました。だって前全然見てないのに、ほんとで一人 こんな重なって転びそうになってるのに、これ全然減速もしようとしないで、ああ危ないよ、ちゃんと見ろよ。あともちゃんとね、こんだけ人も今日いるんだから並び方ちゃんとやれよ。どんどん速くなる。24秒に
腰が外腰がドーンと落ちてくるタイムがほんま5秒ぐらい。はるか俺と大して変わんねえぞ。最後腰落としてこい。これピン外筋思いっきり思いっきりこうやって注意してみたら硬いバンドだとできるから、そうすると筋が走ってくるから。なんだっすか、ほら全然早いじゃん。絶対行かない。
これやってポールでさ、ここに当ててる。そうすると、あった。よし、何年生？5年生。5年生か。思い切ってな。はい。もうちょっとポールくぐってきた時に、もうちょっと手前だって。しっかりと歯食いしばって、ちょっと